つばぜりあいとは、互いに、相手の打った刀を、自分の刀のつばで受け止め、押し合うこと、転じて激しい試合のことも指す。つばぜりあ千葉周作の、北新一刀流組図解様区伝書などにおいて、元来、一刀流における即位付けという、なお、即位とは炊いた飯を練った糊の,のこと、下段付けが、つばぜりあいに置き換わっておりこれを剣道が引き継いだ、ものである。 脇構えつけ、この度突っ込むと、を受け小手を上がるゆえ、つばはまとなるところを上よりくじく、右小手打たせ、北新一刀流を水づ様口伝書、手元同双方つばぜり合いになりたるとき、向こうの隙を見て立ちながら、銅を打つを言う、憲法秘訣なお強調は引用者剣道における、つばぜり合いは、打ち合わせた竹内を刀同様つばで受け止め、押し合う状態で、引き技はこの状態から打つ。 戦前の剣道の稽古では、つばぜリ合いから足絡みや組打ちなど古武術由来の技も行われたが、戦後になると試合で反則になる技は忌避されるようになった。中倉清は稽古中につばぜり合いとなった際、相手の竹内を奪う技を使うことがあったため、戦後の全日本剣道連盟の剣道家からは、汚い剣道、偏見などと言われた。試合では、つばぜり合いが膠着すると審判員が、 別れと言って分ける。休憩や時間稼ぎのつばぜり合いとみなされた場合、反則が取られる。警察剣道では10秒以内に別れなければ、反則となる。警視庁剣道審判規定案第6条、審判員派左の各校に準拠し審判をなすへし、5、前接近してつばぜり合いとなりたる時立ちを互いに、肩にかけ入れ罪に激突しまた、は無理に通すものをさえらす。 刑視聴剣道審判規定、1934年改定、第8条試合中左の事項を禁止す。5、つばはさま号の時立ちをタ手の方に、かかり蹴ること。後期2600年報縮昭和天覧、試合剣道試合審判規定6月18日から1940年6月20日、第9条44、前接近してつばゼリ合いとなりたる時立ちを互いに、 肩に掛け入れ罪に激突しまた、派不正に等、して激突するもがちと人滅。ただし知り入れ罪といえども敵の立ち食礼、ラさる時派がちとす。学ぶと県道試合規定後、審判の要領として先閣公に特に留意すべし、つばぜり合いにお手派即に残とせしむべし、死体したる場合の残と俳優公なるものといえども、勝と人滅、中公位に、 接近して防御的体制に出ずる自派のおにんめず、しおり競技法3月3審判審判法ツは、競合5秒以内に及ぶ場合は試合を中止させ、で、起こり戦まで戻して、再び開始させる。西容量手剣術では、剣と剣が接触した状態から、相手の出方を見つつ、自分が有利な状況へ剣を動かす。この時、剣の先端は、弱い部位であり、ツ元は、強い部位である。 バインドしても、剣先で小さくかわし、剣先が相手の中心を向いていれば、すぐにつける状態なので有利となる。また、強いツバ元であれば、相手の剣をコントロールすることができる。お互いがツバ元まで押し込んだ状態、これが、ツバゼリ合いとなる。金属の剣はとてもよく滑るので、バインドからツバゼリ合いまでは一瞬である。しかし、剣道のようにそのまま押し合いを続けることはありえない。 なぜなら、柔道と同じく相手が強く押せば、体を斜めに軸を外し、側面に回れば簡単にいなすことができる。また、つば元には当然相手の腕、手が手に届く位置にあるので、即座に相手の腕、手を捉え関節を決めたり投げ飛ばすことができる。相手の剣のポンメルを掴んでひねれば簡単に、ディスアームもできる。剣人で接触している点を軸に、自分のポンメルで、 相手の顔面を突き上げることもできる。相手の腕の間に自分のポンメルを入れ、そのまま前に引き倒し反動をつけて、気温で水落ちを、あるいは裏陣で相手の顔を突き上げることもできる。このように様々な攻撃ができるので燕元まで相手の剣が重なったらもたもたする暇はない。相手の力と方向を感じ一瞬で決断し、行動できなければ、 切られなくても、剣を奪われるか投げ飛ばされるだろう。ツバゼリアになった場合、十字型の気温は、相手の剣をしっかりと受け止め絡め取ることができる。しかし、親指はやはり危険なためフィンガーリングという、防御ガードがつくようになる。また、リカッソ部分に段をつけたものは、剣に沿って滑ってきた相手の剣を気温では、泣く子の部分で受け止めるので指を危険にさらすことはない。特殊なのは、 月のツバゼリアイである。実際には、ツバ元ではなくバインドしたポイントは、剣の半分より先になるが、相手の剣を排除し自分の優位な位置に剣を置こうと、するので、腕を伸ばし切っ先を相手に向けたまま剣が重なった状態で、ぐるぐると螺旋状に剣を回さざるを得ない状況が、発生する。この状況を、デススパイラルと呼ぶ、ドイツ剣術には、 バインドした時先に剣を外した方が死ぬと言われている。これは、バインドし、相手を切ろうと、バインドから剣を外せば間髪入れず、相手は月を入れるからだ。シングルレピアにおいてつばぜり合いはむしろ両手剣よりも多い。これは、片手半身から月が主体となるため、お互い同時に攻撃した場合、両者の距離は瞬時に縮まり、また腕を引くよりもバインドしたまま、 腕を伸ばし防御するためすぐに、つば元まで相手の剣が来てしまうのである。ロングソードにおいては、意図的なつば元バインドだがレピアでは、偶発的に発生する場合が多い。従って、次のステップは、パリングダガーがなければ、お互い腕のつかみ合いとなってしまう。ありがとうございます。